活した十尾、犠牲の中に芽生える決意、復活したほかげ、走り出した新たなる目的、二者二様の道がいよいよ重なり、第四次忍海大戦は新たなる段階へ突入する。あとは封印するだけぞ。こう、こや、オビト。まさかこの時になって道を変えることになるとはな。だが、せっかく道を変えたのだ。今からでもやれることを俺もやろう。オビト、一体何を。かつて俺が利用しようとしていた男、ナガトが俺を裏切った手段、けど輪廻転生の術だ。その術は代わりにお前が。ナガトがかつてなぜ俺を裏切ったのか、今ならわかる気がする。術つなぎの重なった人の思い、それも強い力になるんだな。もういいだろ、雑談は。そろそろ始めさせてもらう。我らが待望のために。交代だ。クロゼツけど、輪廻転生の術。やっとまともに戦える。やはりこの体でなければ、血わき肉踊ってこその戦いだ。マダラ、お前この時を狙って。これが戦術チャクラか。簡単に扱えそうだな。マダラ、何を狙って。柱の、かつてウチハの石碑の前でお前に語ったのを覚えているか。相反する二つの力が協力することで本当の幸せがあると。だが別の捉え方もできるとも言ったな。ウチハと千住、両方の力を手にした者が本当の幸せを手にする、そういう捉え方もできやしないか。か、まずい。奴が次に狙うのは、さあ次はお前らだ、畜生ども。やっぱ美獣狙ってきやがったな、あの野郎。ナルト、お前も早く美獣化しろ。今は無理だ、クラマのチャクラが足りてねえ。だからチャクラが溜まるまでこの状態であいつを引きつける。みんなは隙を見て一斉に攻撃してくれ。一匹も逃がしはせん。すぐに首輪をかけてやる。させねえよ。
衆のみんなはやっと自由になれたんだ。二度とてめえなんかに捕まえさせやしねえ。畜生と友達にはおめでたいやつ。なるほど、やはりお前は普通の人中力ではない。まあ頭の細胞を持つ俺には多少の傷など無意味だな。クラマ、サクラはまだ死ぬねえのかよ。生き返っても同じだ。すぐにあの世に送り返してやる。追い詰めたってばよ。このままぶっ潰してやる。今だ。おう、重ねろ。マダラ様、持ってきているな。もちろん。これで少しは楽しくなる。口寄せの術。あいつは十尾の抜け殻じゃねえか。左目はまだか。あっちはまだ時間がかかるみたいですね。まあこっちももう少し時間が必要そうですけど。ペットを連れ戻すのに何年もかかったガキと一緒にするな。数秒は見ておけ。陰謀変獄、何かしてくるかもしれねえ。注意し。な、何しやがった。さて、檻に戻れ。畜生ども、すげえ力だ。これ以上は。みんな全ての美獣が揃ったわけだ。次は、ナルト！シオンが美獣を抜かれてしまったのだ。え？ナルトは今死の淵にいる。だがまだ助かる。すぐに四代目の元に向かえ。奴の中にも九尾がいる。でも二代目様は。わしはあいつを引きつけておく。行け、残された時間は少ない。お願いします。ナルトのガキをどうする気だ。美獣を抜かれた今、何をやっても助からんぞ。それでも助ければならぬのだ。ナルトは忍びたちの希望だ。わしもそう思っている。変わったな。昔はもっと非情だと思っていたが。全ては里のため、里を生かすため非情に徹していたのみ。生を受けたことがあんたの仇となる。江戸天生のままが良かったと悔やみながら行け。ナルトとは違う。頭を使っての行動が得意のようだな、サスケ。
それでいい。内葉は交渉に戦うべきだ。さて、お前は数少ない内葉の生き残り。どうだ、この俺と組む気はないか。勘違いするな。ってまで何を望む。わしらの時代はとうに終わっている。わしらの成し得ない変わってやるだけだ。だがこの世界は失敗した前任者柱間のもの。死にかけの患者には荒療治が。それが無限つくよみだってのか。当たらん。そう、それこそ俺の望む本当の犠牲のない世界。お前の描く世界は全くの理解がないわけではない。それはお前の出しゃばるべき夢ではない。やはり貴様と意見が合わないな。扉だ。当たらんな。消えろ、古き時代とともに。燃え尽きろ。言ったはずだ、旧時代の異物がしゃしゃるなと。終わりだ。気をつけろ。奴は何かを狙って。うわ、なんだ今のは。この世界はいわば柱間の矛盾した世界だ。何かを守るためには何かを犠牲にしてしまう。くそ、これは。たとえそれが友であろうと、兄弟であろうと、我が子であろう、時間は十分にやっただろう。残念だ。どうしたの？サスケのチャクラが。あんたは強い。あんたは負けない。あんたは死へと歩むナルトとサスケ、うつつと黄泉の合間、そこで二人が見たものは。そして時は急転する。自称決戦の章。違うな、俺の意志はお前ではない。